サテライトたちによって、邪悪なベガパンクが誕生する説。現在、サターン製に刺されたことで、生存がかなり厳しくなってきたベガパンク。ベガパンク自身に叶えたい夢があったり、空白の100年についても、ルフィたちに語りかける存在であると思われるので、ここですぐに死んでしまうことは、考えづらいのではないだろうか。そこで考えられるのが、ベガパンクの性格の要素を振り分けた、サテライトが本体に戻る説。サテライトが死んでしまいそうな、ステラに戻ることで、一命を取り留めることができるのではないだろうか。しかし、現在は、釈迦と、ピタゴラスがやられてしまっており、それに加えて裏切った、ヨークが戻ることも考えづらいので、残っているのは、リリス、アトラス、エジソン、この3組のみで戻ってしまうと、要素的に邪悪なベガパンクとして、蘇ってしまいそう。邪悪なベガパンクとして、もしかして敵側に寝返ってしまうような展開があったとしたら、ルフィたちはまた空白の100年の歴史から遠くなってしまいそうですね。